探索3日目。お。昨日はこの星で記念すべき最初の食料資源を回収しましたね。ちょっと味見してみたけど、あの果汁美味しかったわね。そうですね、コッパイ先生は味わったことない味でした。他にももっとないかしら、どんどん探しましょう。死因漢字テスト回避、助かる。そうですね、あと肝心なそう、ワープドライブキーね、あれがないと帰れないもの。キャプテンがまだ、あ、やっぱキャプテンなんだ。ついでにキャプテンのことを探しましょう。なるほどね。あそこから走ってる電波、あれは一体何かしら。きっとキャプテンですよ、早く助けに行きましょう。どこ、あそこ。美味しい果実を独り占めしてるかもしれない。こいつダメだな。もうダメだな。もう嫌なやつになってるよ。こき使うぞ。キャプテンの電波。ああ、オニオン混ざったね。さあ。まあ、30匹ぐらいにしとく。そんな出してもね。ほえーい。間違えた。この辺回収しとくか。ちゃんと復活してんだな。何色でもいいか。くさ。火に強い。向こう岸に橋の材料になりそうなもの見えるけど、ブリトニーさんと協力したらなんとかなりそう。マジで？ブリトニーさんがいないときはブリトニーさんにカーソル合わせてビデオ。協力したくないなあ。あー、そこ投げんだ。あ、ブリトニーもあそこに投げんだ。ピクミン2の歌いいよね。めっちゃ出てるね。しょうがにゃいなぁ。赤ピクミン増えるね。2人で抜くのいいね、効率いいね。よし、こいつ、あ、踏まれても潰れない。なるほどね。じゃあそれ早速使っていくか。分かれて、潰れない。おお、潰れないの安心だな。潰れないの安心だわ。いいね。出て持ってって。散らばりすぎだろ。散らばりすぎだろ。ユーツ購入してる？水なくなんのかな。なんかある？敵？お、何？100匹を超えようとしたところでオニオンが種を吹かなくなった。あ、中で自動的に。はい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 。非常に100匹まで増えるとオニオンの中で生まれるらしい。に出て活動系の100匹までということだ。はい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 。OK です。バシッとね。たくさんひっつけると飛べない。こういう性質だったかもね。
よいしょ。ほいっちょ。怖いね、これ。しっかりね。こんぐらいいればいい？プリトニーね。最高記録、聞いてないですね。そんぐらいでクリアできるんだ。あ、紫いるな。ぜひ。ぽい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 。怖いなぁ。水に落ちたらしやられちゃうのが怖いよね、やっぱね。ゴーゴー、持ってけ持ってけ持ってけ。セーラープス、繋がったかな、これで。慎重にね。慎重にね。花生えてきたね。100匹で冒険してて大丈夫かな。これかわいい、ピクミンの。ん？あ、うわ、なんかボスいそう。電波の走りにはこの先のよね。ボスいそうだね。いけいけ。さあ行きましょう。何がいるかな？ん？入り口怖すぎだろう。あら、こんなとこにメモが。イエーイ。あ、オリマーじゃん。この惑星にやってきて何日経ったのだろう。ホコタテ星の家族は元気にしているだろうか。今度こそ息子にお土産を渡せるように、お宝をこっそりポケットに隠しておこう。作成キャプテンオリマ。やっぱオリマいるんだ。ハコタテ。コッパイ星の近くじゃない？確か野菜ばっかり食べてるお宝好きの人たちの星だったはず。こんなところまでお宝探しかしら。このオリマって人よっぽど暇なのね。多分社長の命令とかなんだろうな。いや、怖っ。怖っ。怖っ。何がいるんです？嫌な感じ。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 うわ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 。やだやだやだ。やだ、めっちゃやだ。めっちゃやだ。あ、怖い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 。やだ、来ないで。中身は柔らかい。なるほど。じゃあまず、ちょっと待って、割ってこう、割ってこう、回収回収。柔らかいから、割ってこう。夜中水晶でできてる。はいはい。ね、一匹も殺したくない。どんどんどん。どん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 、いけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどん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 、いけいけどんどん、やってきて。やだ、やめて。私のピクミン。怖い。持ってかれた。
一匹どこ一匹どこ、なんであんなとこにいるんです。ほら壊れた。あ、倒した、汚ねえの入ったな。あ、え電話電話来た。電波発信していたのこれだったのね。携帯電話ですね、昔の。それじゃキャプテンは一体どこに。とりあえずドレイク号へ持ち帰って分析していました。何かに使えるかもしれないわ。ほいほいほい。うん、それはいいや。あ、違う違う。何したこれで行って、あ、違う、そっちは黒。そっちは黒がいい。いいぞキモいね。難易度普通ですね、一応。まあ、純粋に楽しみたい意欲があったんで、普通にしちゃいましたけど。まあ、初見プレイなんで、こんなもんでしょう。来てる？あれ？なんて大きいの。来てる？逃してんのいない？大丈夫？大丈夫ね。大丈夫ね。これはあれですか？ドラゴンフルーツですか？ドラゴンフルーツ？これ。キモいね。すごいね。頭だけで運べんのそれ。よいしょ。回収中。お。あら、ドレイク号から着信だわ。お。回収した物体を分析します。お。イニシエのパケシス。パケシスってどういう意味だろう。これはかつて、この惑星で使われていた通信端末です。道のパーツで構成されていて、今も電波を発信しています。おう。何かに使えないか、今夜アルフ君に見てもらいましょう。彼はエンジニアだから、きっと何とかしてくれるわ。お、通信関連が、良くなる感じですか。あ、もっと運んで。ここ投げて。わあ、すごいね。いっぱい入ったんかな？あ、増えたね。地上に、あれ一匹いない地上に一匹いない。なんか詰まっとるね。おいで。詰まってるね。さて、どこ行く。キーピクミンがいないと。みんな花になってるわ、これ。
行くとこないねこれ。うん、なさそう。葉っぱのやつをあれするか。増えたね。わあ。わあ。一匹赤いのいるね。これさ、あの逆にできないのかな。かわいいね。よいしょ。チューチューしてチューチュー。ここ行ってないのか。あ、ここ行ってないね。ここ？ここ壊せんの？めっちゃ上行っちゃった。赤になっちゃった。なんか。ここ壊せんのかな。ここはダメっぽいね。50匹50匹にしよう。かわいいね。こっちかな。あ、ここ行けるわ。なんか例えば行ってなかったね。でも時間ないけど大丈夫かな。ん？なんですこれ。うわやだ。やだ。待って待って待って、やりたくないなこれ。いけるのか。いいか今日は。今日はいいかな。うん、次の日次の日次の日に行きましょう。さ、じゃあ今日は終わりにしましょうかね。この辺でね、終えます。明日があるね。下があるさですね。みんな帰れてるかな。ちゃんと確認しなかったけど、チャーリーは生きているのか。果たして チャッピー怖え。チャッピー怖いね。ドラゴンフルーツだ。食べたことないや。今日は新種があるよね。イカツタツボックリ。イカツタツボックリかな。お、混ぜた混ぜた。お、すごい色。美味しいのドラゴンフルーツって。お、めっちゃ。めっちゃ暮らせますねこの島でね。おお、よかったね。今日頑張った私たちへのご褒美。頑張ったね。
でも人数分減るとかじゃないんだ。ね、これだけあればしばらく安心ね。頑張りましたね、今日もね。黒増えたね。黒追い越したね。お、クエイトに。私たちは巨大生物が飲み込んでいた通信端末を回収することに成功した。アルフ君が言うにはあの端末はドレイク号の通信エリアを広げるパーツが使われているらしい。彼は宇宙船の改造で手が離せないので、今日私が書いてみたけどこれを続けている。アルフ君って随分マメなのね。なるほどね。この日記いいよね。この日記のシステム。ミッションの巨大生物を倒せで、鎧芋ムカデ。挑めるようになりました。あー。なるほど。